まあ、ちょっとここに病人がいるんですね。この病人たちは？でね、もう、来るって、ね、一周して、嫌です、嫌です、嫌とか言って、なんかね、おじさんになってしまうと。とりあえず、待って。出れないある。あ、ここから、ここになんか、見えない壁があるでござる。ここら辺に作ろう、じゃあ病室を。必要な場所がありません。誰なのかな。しけるやん。しけてしまった。あ、作れる。スライムとかいっぱいいるけど作れるわ。よーし、よとできた。あ、でも病室っていう風な表示出ないからダメかな。でも連れてきてみよう。看病できないな、ここで。あ、ダメっぽいな。あ、ダメだ。看病してることになんねえ。スライムちゃんたちじゃダメってことか。まあいいや、ほったらかしだ。じゃあもう拠点で眠ってもダメかな。エルちゃんのキャーは発動しないかな、やっぱり。あれ？キャーってなったで。ちょっと待って。お前らなんでいいんだよ。ふざけんなよ。勝手に戻っていくんじゃねえよ。勝手に戻ってきた。元気じゃん。あ、出れねえ。しかもほら、出れなくなった。見えない壁は登場している。マジかよ。ていうか、こいつ面白いな。こいつ仲間にしてない住民なんだけど、敵に反応しない。すげえ、すげえ、やったーってやってる。あれ？元老馬はもうやったーってやってなかった。どんだけ仲間にしてほしいんだよ。戦う気ねえじゃん。この子すごいな。うわ、今日はなんで素敵な日なんでしょう。うわ、今日はなんで素敵な日でしょう。ありがとうございます。元気が出ました。すごいね。上を見て言えないでしょ、そのセリフ。なんだか私すごくお腹が空いて、食べても食べても、満腹にならないし。逆にゾンビみたいなので。お腹は減るのに、お腹がどんどん膨らんで、もうダメだと思っていたんです。逆にゾンビみたいなね。すごい食欲みたいな。私もここに置いてください。皆さんと一緒に戦いたいんです。今みたいなね。私、武器や防具の知識だけは少しありません。皆さんのお役に立ってますよ。今立て、みたいなね。ずっと脇の下に挟んでいたんですよ。だって、ありがとうだよね。くんか、くんかだよ。あ、お疲れ様でーす。あれ？弱い。めっちゃ弱いじゃん、この子。病室が半分だけ外に出てるような世界を作りましょう。
ああ、なんだこれ。病室って拠点内のは出るけど、こっちの出ないな。病室って扱いじゃないのかな。病室って出ない、これ。この部屋病室じゃないの、じゃあ。じゃあ、メンツを完全にこっちに、なんだ、拠点の外っていう、拠点の外に寝てる判定っていう音楽地帯と、まあ、この拠点内で寝てるチームと分けましょう。あ、拠点内で寝てるのが一人。まあ、こちらの拠点外の音楽で寝てるのが一人。こうした場合、どうなるのかと。寝てみよう。なんかすっげえ水の音聞こえんだけど、何これ。お、判定が分かれましたね。面白い。2名が、あ、ほらほら、ここ行けないからね、こっから。1名がここでポツンとなってる。で、残り2名が、間を空けて、こっちと、仲間外れに仕上がってみたいな。